林玄中は、江戸時代に医師として、明治時代に、ワタライフの役人として活動した人物。誠実にして質素な生活を心がけたことで、巨額の富を築き、永代偽装公金を創設して、郷土の人々に恩恵をもたらした。完成7年6月27日に、父、宗吉、母、辻の間に、大型家の長男として、 島国東市軍は穴川村に生まれる。幼名は王行半次郎であった。総吉、辻夫妻は結婚後数年を経ても子供ができなかったため、助ケビ神社に祈願して、ようやく授かった子が半次郎であったという。高校息子の半次郎は父母を助け、農作業をする日々を送っていたが、17歳の時に医学を志して、江戸に登った。江戸に登った半次郎は、 伊予国今治藩の寺位である林玄広の地偶を得て、文化十二年に玄広の養子となり、六高百国三十人仏となった。この時、なお、林玄中と改めた。寺は、おししゅう安園である。天保九年には、江戸幕府の奥石となり、多くの大名から信頼を得ていた。奥石時代に魚流と結婚した。高島地三丁目に居住していた時代があり、 自宅付近の坂道を石畳舗装して雨天時の通行も容易にしたことから、その坂は現中坂と呼ばれるようになった。幕末に奥石を実施、伊勢国山田へ引っ越す。ここで、渡来府知事の橋本実のる漁に壊れて、渡来府、渡来県の役人となり、不正、県政に参与した。役人時代も現中の自宅には、 多くの患者が治療してほしいと訪れたという。老後は、生まれ故郷の穴川村に帰り、地域の子供たちを教育するとともに、強度の発展に努めた。特に、慶応元年には、金750両を拠出して、永代偽装工金を創設し、村に預金することで発生する利子で、雑穀類を買って蓄えておき、休防する村人の救済に充てた。その恩恵は、 島国磯辺、加茂、新名、縦紙にまで及んだ。明治9年には、永代偽総交金に250両を追加投入して千両に増加させた。永代偽総交金は、学生発布による磯辺の村々に設置された学校の設置資金となった。明治10年、息子、純造の住む大阪へ移り、老齢のため病気にかかり、翌明治11年に亡くなった。 ソイ素食を心がけ、食事は米を半分ついた半月米を食べ、周りの人にも勧めていた。半月米がまずいと言った人には、うまくなければ、一般抜けばいいと返したという。質素な生活を徹底したため、来客時にも手なす前夜湾は,は愚か、茶器すらなかったと伝えられる。墓は、島市磯部町穴川の北方の丘の上にある、穴川共同墓地内にある。墓碑には、 表面に、弱い繊維、玄中古寺文久三水のとい年寺建ての、背面に、一切主上財滅生前と刻まれ、東脇に、南無妙法蓮華行、西脇に、南無阿弥陀仏と記された、福碑が混流されている。1900年11月6日に13回期として、磯部村の職員や村の、各区長などを招き、安心寺で大法要を行った。 磯部町穴川では毎年8月15日に安心寺にて玄中の追善供養のために背書きを行っている。島市立磯部小学校生門前に林玄中沖縄聖徳碑がある。聖徳碑は磯部村の当時の村長、西村玄之助らが発起人となり、1898年に玄中の生まれ故郷である磯部町穴川に建てられた。 ほどなく磯部町上野号と磯部町川辺の境界付近、三雪道沿いに移ったが、1929年に島電気鉄道の建設のために、磯部神城高等小学校前に移った。ありがとうございます。